もちろんニュースで見聞きしたことあったけれど、目の前に来るとまあ苦しんでるんだなってすごい思う。その生活のためが自然破壊につながってるっていうのも難しい問題だと思う。代替案が必要だから、彼らに対する気を切るのはダメだよって言うだけじゃ何もなんなくて、
ただの食料廃棄の食料にとどまらず、呼び水とかきっかけとなって、子どもたちが学校にやってきて、ご飯を食べて、お腹いっぱいになったところで授業を受ける、そういうのってすごく素敵だなって思います。学校でご飯が食べられると思えば、ね、ご両親だってじゃあ学校行ってきなさいって言われたら、男の子も、ね、超女の子も、お腹もいっぱいになって好きな勉強もできて、それはすごいなんだろうね、子供たちの笑顔を見れてよ。